ってんじゃないの。おっだろうかやろ、経験と初の女性経営者なんだからよ、もうちょっと踏ん張れよ。はいは、はい、社長のお仕事どうなの。そうですね、とっても厳しい。もしかしたら明日来れないかなって思ったことします。ご指名してよかったのかよ。はい、よかったです。なんで、ケトバザルと怒られて何がよかったの。でも希望を持ちますので、お金持ちになりたいです。金持ちになりたいの。はい、あなたこの野郎。はい、すいません。もうさ、これいっぱい言ってきてんじゃねえかバカ。はい、すみません。すいません、今すぐすみません。はい、あ、大丈夫よ。はい、あ、いいや、すみません。いいな、やれ。はい、すみません。延期しろ。あ、どうもすいません。すぐ聞き直しますからね。すぐ聞きます。パニックなるね、自分の店で。はい、早く中断やれよ。もう最後だからね、はい、もうこれでご苦労さん、はい、もう全て教えるもん教えたから、はい、あとはもう自分の店で頑張りや、はい、いいね社長。一応作って大丈夫なのか。あ、嬉しいです。しょうがないじゃん。ありがとうございます。お前はい、すいません。薄いな。もう涙が出てきちゃう。涙が出てきちゃうよ。社長だったらどうします。こんなとこでやんないよ。死んでもやんないよ。運は手に任せてやれ、はい、な。でもここも当たるようにします。そう、はい、そう、そうしてくれなきゃしょうがないじゃん。はい、目標は、目標は200。はい、200杯。はい、はい、頑張ります。はい、どうぞ。お待たせしました。スープがね、もう少し出汁ができてないって感じ。ちょっとどれも合格上げられないかなっていう、まあ、辛口評価なんですけど。いまいち。なんかうどん食べたかな。うどんラーメン。今日何杯売れました。今日はね、180ちょっと。売上金額は、71,450円です。今日はどんな感じですか。今日はいまいちですね。いまいちです。今2です。夜は本当に寂しいですね。これは通りは本当に良くなく、今は分かる。今日も死んでますね。死んでる人はお店の、お店死んでますよ。これもいますね。いませんでしょ。車が寂しく通るだけ通るんです。毎日今日みたいだったら滑るよ。今日はもう本当に利益ない。この海苔見てよ、お姉ちゃん。そうやって盛り付けるでしょ、だいたい余るでしょ、戻るでしょ。そしたらだいたいにゃんとなってんの。それでムカつくの。教えてもらってないのに怒られるんだもんに。だから教えても治ってないのはこれ。なぜあんたそういうふうに言わないで。それは違うよ。そんなプライドなんかいらないよ。だってあのお金も儲けするためだから、お客さんもね、楽しんでもらうためだから、私それしか持ってないから。生うまくいかないと何も他のことも考えてもゼロだ。しょうがないよ。枚数から言って2枚半ぐらいで、最初から7枚か8枚か売れるかなと自分なりに思いました。甘いんだよおめえバカ野郎。はい、すみません、うん、もうちょっと売りたいっていう気持ちはあるのね。もちろん、もうすごくあります。何かを犠牲にしなくちゃ。自分はあの子供を犠牲にしました。場所ってのはとても大事ですけど、商売なんてそれでほとんど決まるんですよ。後から騒いでも正直遅いよってのがもう感覚なんですよ。基本、とにかく基本ですね。もう社長信じてついてって。本当に心こそ私どうしようもないんです。一生懸命やるしかないんです。自分の味が美味しいですかって兄貴弟子たちに聞かれても私は答えられないんです。でも自分なりに美味しい味作ってるつもりでこれからも作ります。それだけです。社長、話聞かなくて許してください。一緒にやってるから本当はこうやって見てて、あ、私ちょっとだったらもうできるようになるでしょう。本当は分かってるんですよ大体。だけど立場があるでしょ。
先輩という立場が。じゃあ自分でやれば。やってもいいよ。うん、じゃあやれ。じゃあ今から任せるからね。やってもいいけど。やってみ。ほら、もういいよ。はい、これはどうする？やって。今ね、お米忙しいんだ。ちゃんと見て、早くして。ご夫婦仲がね、さらに良くなられたら、もっと美味しくなるだろうなっていうふうに、それがあとはプラス10点かなっていうね。ヒロさん。はい。もう閉店。おはようございます。どうしたの？今日ちょっと、あれ見て、ちょっと見てもらいたいんですね。もう薄いよ、これは。はい。薄いね。食べたくなるラーメン。はい。自分で飲んでみて。はい、じゃあ。どう？風に軽い。薄いだろ。薄い。お前のところなんでそのコムならなかった。だから消してんだろ。基本的なことをお前はもう全部忘れちゃってんのか。覚えてるつもりやってもつもりなんだよ。はい。つもりなんだよ。はい。はい、すみません。もう量はもう今日はもう倍にしてるからね。ね、殻抜き手伝う。やってみる。お願いします。お願いします。後引かねえな。食べたいと思わねえな、この味やな。鶏が弱いしね。全般的に弱いな。鶏入れてみな。はい。2番の方に鶏入れてみなさい。はい。うん。うまい。うん。うん。はい。はい。今日うまいです。やっぱり味変わってますよね、最初の時と。ね、コクもあって本当に美味しいです。最高ですね。嘘。おいくらですか？約14万です。はい、すごい。本当に今まで最高です。ハッピーです、幸せ。